今日はトイレの花子さんで遊びます。ますます運が悪いと花子さんが飛び出してくる。学校ではすごい噂になっているのをモチーフにしたおもちゃって書いてある、うん、電池不要。そうだね、電池不要で遊べるみたいだね。6歳以上だって、はい、ギリセーフ。ドキッてするやつだから、飽きてドッキリ、うん、トイレの花子さん、パパとカンちゃんで遊ぼうかね。うん、で、アキちゃんは見とく。じゃあ遊びましょう。うん、トイレの花子さんってカナを知ってる？うん、怪談話だよね。うん、カナちゃんの学校では3階の、うん、ちっちゃ3番目のトイレに花子さんがいるっていう噂。あー、すげえ出てる出てる。へえ、じゃあそっち何？ドア。ドアはこんな感じになってますね。これ待って待って、ああ壊れちゃうよ。パパのイメージじゃもっと怖いのがトイレの花子さんなんだけど、結構コミカルに仕上がったよね。ドアをはめます。よいしょ。すごい顔だね。ピャーって感じだね。どうやってはめるの？本体裏にある。違う、あー、これ本体をどのようにしっかり固定して花子さんをがロックされるまで押しています。バイバーイ。うわ、本当に隠れた。工事現場のトイレみたいだね。そ、これでもう OK なの？遊ぶ前に必ずこのボタンを押してね。よいしょ。ドアを開けていくだけ。じゃあパパとカンナちゃんでやっていきます。はい、じゃあ行きます。へぇ、えー、2階扉を開けて、ってことはパパが2階開けるってこと？多分。1 2 2、2階扉を開けてまた1 2。パパ3階で開けてになってる。18度、あ、180度に開けてって書いてあった。おお恥ずかしいんだけど。はい、じゃあもう一回。ちょっとびっくりした。じゃあ今度こう向けてするよ。ドアを180度まで開けてね。はい、しっかりこうガチャって開けることだね。なんて書いてある？うん、次の人はパス。じゃあパパね、せーの。3階扉を開けてだ。はい、じゃあカンナちゃん3階扉開けてください。よいしょ。おっえ、なんでそんな怖くないの、あなたたち。バイバーイ。おバイバーイって言った外に出てきた。じゃんけんぽい。3階扉を開けて1 2 2 3。うわー、怖い。怖くないの？2階扉を開けてだ。1。おお、いや、意外に怖かった。パパ一番最初がびっくりしたな、ほんと。今日はトイレの花子さんで遊びました。ました。花ちゃんどうでした？飛び出し力がすごい。ね、あきちゃんはどうでした？見てて。慣れたら怖くないけど、うん、やっぱ怖い。怖い？やるのは怖い。見とくのは別に大丈夫だった。うん。パパはね、もう一番最初だけが怖くて、あとはもうだいぶね慣れた感じでした。ぜひ皆さんも試してみてはいかがでしょうか。それではまた。バイバーイ。いないいない。あれ？いないいない。いないいない。いないいない。びっくりしてる。